日置忠敬は、幕末期の岡山藩家老、神奈川日置家当主、日置立脇の通称でも知られる。明治初年に発生した岡山藩兵と欧米人兵士との衝突事件の当事者となった。また、画家としても知られ、明治維新後は宮内省儀芸官となった。文政12年2月8日、岡山藩家老で、天城池田家当主の池田正則の次男として、岡山に生まれる。母は、池田正隆の娘、照子。嘉永7年1月、家老、日置忠筆の養子となり、安政3年2月に家督を相続、備前金貨は1万6,000石の領主となる。文久3年2月に、池田茂姓が藩主となると、7月に、日置家老に任じられる。慶応4年1月、岡山藩に新政府より、西宮警備の命が下る。忠敬は藩兵を率いて進軍したが、途中神戸で隊列を横切ろうとしたフランス兵に対し、藩兵が発砲する事件が発生する。発足したばかりの新政府にとって、初めての重大な外交問題となった。日置家家臣の滝善三郎が責任者として切腹し、忠敬も謹慎処分となる。廃藩後は、宮内省に儀芸官として出仕した。明治39年9月、養子の健太郎に男爵が授けられた。大正7年8月9日、没、享年90。ありがとうございます。